画像ニコニコニコニーって呼んでラブニコ。1曲目お願いします。あ、ニコニーです。今はニコニーって言います。ニコニー、ありがとう、ありがとう。ニコニーです。ニコニーです。ラブライブ知ってますか？ちょっとだけ。ラブライブの一番初めの初代のグループがミューズって言うんですけども、そのミューズの中で黒髪のツインテールの女の子がいて、その子がニコニー、矢沢ニコちゃんって言うんですけど、私最推しで、で声真似もできちゃうので、一発目はそれをやろうと思って、その気満々できます。ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございます。改めて自己紹介させていただきます。私がニコニーって言ったの嘘です。はい。ホームページをご覧になった方は、長崎せいなって書いてるのを見つけていただけたかなって思うんですけども、活動名はこれから、さくらひーと名乗ります。ええじゃねえ、いいじゃねえ。さくらはあれです、普通に葉っぱじゃない、花で、ひーひーはひらがなで、ひーといいで活動していくので、ハッシュタグはハッシュタグにさくらひーって書い、適当にそう書いていただければ、適当じゃないわ書いていただければ嬉しいと思います。改めて、ひーちゃんです、よろしくお願いいたします。ひーちゃん、ひーちゃんだよで、2曲目は私のオリジナルソング、合言葉っていう曲を歌いたいと思います。これはオリジナルなので、紹介していただいても大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫大丈夫です。では改めまして、2曲目、合言葉いきます。お願いします。
と、まあ、愛するの愛に言葉で愛言葉って、あの合致するの合致じゃなく愛愛ラブの方の愛言葉って言います。タイトルは愛言葉でお願いしますね。愛愛ラブラブの愛、はい。では最後の一曲となりました。そんなこと言っていただけるんですか。私今月舞台に立たせていただいたばかりのこの新人だというのに、あ、嬉しいです。あ、ありがとうございます。あ、すいません、恐れ入ります。ありません。よしよしよし、 OK です。最後は、さっきまでちょっと可愛い曲を2曲続けて歌ったので、次はちょっと色を変えて歌ってみたいと思います。タイトルは青いトロイ未来。これは既存の曲なのでアップロードの方はごめんなさい。どうかあのいい曲なので聴いていってください。ではお願いいたします。ありがとうございました。改めて桜井ひーちゃんをどうぞ。